区域別がん罹患数第2位の胃がん特に寒さの厳しい地域で多い傾向があり秋田県も例外ではありません詳しいお話を消化器内科医の石井はじめ先生に伺いました秋田県については胃がんと診断される方の割合が2016年のデータで全国ワースト2位でしたまた胃がんで亡くなる方の割合が2018年のデータで全国ワースト1位となっております 秋田県で胃がんが多い理由としては、塩分摂取量が多いことが考えられています。また、飲酒量が多いことも一因かもしれません。秋田県の胃がん検診受診率は、2016年のデータで45.5%でした。全国平均は38.4%ですので、平均より受診率は高いです。ただ、胃がんの罹患率、死亡率とも高い状態ですので、 さらに検診受診者が増えることが期待されます。胃がんはかかる方の多い病気です。ピロリ菌感染が最大の要因ですので、感染している方は早期の除菌治療が望ましいです。また、胃がんは早期に発見することができれば、治癒できる可能性が高い病気です。 症状が出てからでは胃がんが進行してしまっていることも多く、治療も大変になってきます。特に秋田県は、胃がんにかかる方と亡くなる方の割合が他県と比べて高い傾向にあります。検診を受けることで早期発見、早期治療を行うことが重要です。罹患数第二位の胃がん。定期的な検診・受診で、がんで死亡するリスクに立ち向かっていきましょう。 次回からは大腸がんについてお伝えします。